どうもショータイムゴルフです。伊藤プロ絶好調でございます。ドロー系右フェアウェイでいいな。バンカー先端まで280ぐらい。フォアライトね。さよなら、ここら辺に突っ込みます。バンカー、バンカーらしい。完璧。どこ行ったの？飛びすぎて突き抜けて全然わかんねえ。ちょっと左行ったんじゃね？これいいでしょ。あったあった、あれだ。テルキなら大丈夫だよね、あそこは。テルキですか？飛ばねえからな一番飛ばねえから、こん中で180ヤード、5番アイアン。つま先上がりからのバンカーです。うわぁ、ここです。ピンまで165ぐらい。はい、165でちょっと左足から7番で。はい、打つの早くなかった今。これなんかね、こうもう映像じゃ分かんないと思うんだけど、なんかすごいくぼんでるところ、なんかなんていうんですかね、これライ悪いっすよね。あれなんかね、すごいくぼんでんですよね、ここが。どうやったら分かるかな、こうやってやったら分かるかな。こうなんかくぼんでるところの先にあるんです。231はーい、 P でね。え、 P？ はい、 P で。右の木も気になるしね、カット打てないよね。お、ナイスワン。うまっ。神かよ。そんな左行く？うまかったけどな今の。伊藤プロの反省を生かしてちょっと右ね狙っていきたいと思います。結構うまい、うまい、うまい、ナイス。ほんと嫌だねこの世の中、先輩っていうのは。弱いよ。バーディーパット。マジ。だから日本オープンの予選落ちるんだよ。しっかり打った。しっかり抜けた。抜きれなかった。もういいですかこれ、OK？ オッケーです。これ入んないから俺。ナイスパー。このぐらい目つぶってもね。ね、入るよね。言ったな、目つぶって打てよ。打てよ。言ったな、目つぶって打てよ。俺目ドアップにするから。目打つぶって。言ったら目つぶって打てよ。目つぶってカップが動く可能性もある。え、大丈夫。あの構えるとこまで目開けていいから、構えたら目つぶって打てよ。マジで。ちゃんとつぶるところが出る。おお、すげえ、すげえ。14番、390ヤード、パー4。ちょっと右ドッグレッグのホールで、ティーショットは刻みです。勧誘？少し左ラフ。
まあ、問題ないですね。よっしゃー、お前かぶるな。ショートティー、ごめんごめん、ショートティー、これかな、これだな、これもらっていい。ボギーの後のショットは大切だよ、伊藤くん。おー、ナイス。はい、ナイスです。俺はキャディじゃないって。165 yards、yeah. to the pin、 to the pin、 7 iron、 7、 7 iron、 Takeuchi second。 Cool。 はい、ナイス。まあ、グリーンまだ行ってるよ。うん、取ってる取ってる。俺はキャディじゃないですよ、何回も言うけど。キャディです。ナイスキャディ。ナイスキャディ。ナイスプレー。伊藤プロセカンドショット何ヤードですか。159。うん、いい球。おお、まあ、ワンピン右ぐらいに乗った感じですかね。148ヤード。14%。何番で。9かな。9でしょ。 14% じゃん。何番持ってんのマジで。ピッチング持ってますね。俺飛ぶから。ちょっと、ちょっと、アゲンストだから。自称しないでしょ。自称飛ばし屋。揉めてます。チームで揉めてます。チームで揉めてます。このやり取り今日何回聞かなきゃいけないんですかね。結局持ち替えて9番ですかね。おお、ラインダッシュショット。ナイス。バーディートライ。カップはここです。うん、スイー、はい、ナイス、オッケー。フックフォアバーディーパット。切れんだって、そっから。俺の見てたじゃん。俺の見てたじゃん。遅すぎる。ほんとさ、入れてよ。日本オープン明けなんだよ。さあ、日本一プレーが遅いであろうプロゴルファー竹内照樹、バーディーパット。あー、残念。ナイスパー。ナイスパーです。15番、380 2U。右、うん、ナイスキック。さあ、竹内プロ、上を脱いで本気モード。スプーン。15番ティーショット。ね、ちょっと左ラフかな。どういった？まっすぐ。左サイド。おお。はい、これです。
162ヤード。はい。おお。うん、左ちょっとキックしちゃったけど。翔太さん、セカンドショットは何ヤードでしたっけ？139ヤード。逆目。つま先上がりのラフ、ちょっと難しいラインですね。9番で。さあ、この右奥のピンに対してどうやって攻めていくのか。ちょっと左。とりあえず真ん中に乗ったって感じですね。はい、伊藤プロセカンドショット137、137ヤード。若干打ち上げ、ちょっとつま先下がりきついですよね。何番でピッチングでいきます。お、届いてる。ああ、オープンに来た。なんならオーバーします。この人の距離感大丈夫ですか？さあ、伊藤プロオーダー振りと言いつつオーバーしてからの3打目アプローチ。最近アプローチ下手になったからな。58度ですね。フックでいい？下りフック結構下ってますね。柔らかいタッチで切れた。結構伸びてった。もくなかった今。この重たいグリーンであそこまで行く結構の傾斜ですね。フォアバーディー。どこ狙ってんのって感じですけど、いい感じですよ。向いてる方は。これが寄ってこないから日本オープンで予選落っこっちゃうんじゃない？めっちゃ来たし。先輩頼みますよ。さっきからさ、弱かったからさ。下り下り。おお、俺ら2人してめっちゃピンチやん。刻みつつ入れるらしい。うまいんじゃねこれ。おいおー、ナイスバーディー。本気モードになったら強え。嘘。ショットさん、これがQT サードの男の力です。刻みつつ入れましたね。ナイスバーディー。パーパット。しっかり打った。あー、ちょっと抜けた。まあ、切れないっていうかちょっと強かったですね。伊藤プロ、これを決めてチームワークを発揮できるのか。関係ないもんね、ショットさんね。でもストローク戦ですからね。これ外すとチームスコアがボギーになってしまいます。やばい。フックだね。上りフック。ビットまでありますね。あれスライスだったかな。ビットまであったよね。俺のパターの打ち方の問題。ちょっと左から目が来てましたね。それせこくない？言わないよ。ナイスボギー。あ、ちなみにこのなんかちっちゃいこれですね。このなんかモサモサっとしたところから目が来てるそうなので。この動画をいいと思った人はチャンネル登録お願いします。高評価もよろしくお願いします。